探偵スルースは1972年のアメリカ合衆国イギリスのミステリー映画ジョーゼフ・エルマン・キーウィッツ監督の最後の作品で出演はローレンス・オリビエとマイケル・ケインなどアンソニー・シェーファーのトニー賞受賞の舞台探偵スルースをシェーファー自らの脚本で映画化なお原作舞台劇が2007年にスルースとして再映画化された際には 本作に出演したマイケル・ケインが逆の役で再出演している。著名なミステリー作家のワイクは妻の不倫相手で美容師のティンドルを自宅に呼びつけた。不倫の追求を受けるものと思っていたティンドルだったが、ワイクは老費家の妻にはほとほと困り果てていた、私にも素敵な愛人がいると切り出し、自宅の金庫に保管している宝石を泥棒に扮して盗んでほしいと言い出した。 宝石には、盗難保険がかかっているため、双方に利益があるという言い分であった。あまりにも虫の良い話だったが、金銭的に厳しいティンドルはワイクの筋書き通りに、神妙な手順で宝石を盗み始める。ロッテントマトズによれば、25件の評論の、内高評価は96%に当たる24件で、平均点は10点満点中8.46点となっている。 ありがとうございます。